ジム・ジャームッシュはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家である。1953年1月22日、オハイオ州カヤホガホールズに生まれる。母親はアイルランド人とドイツ人の血を引いており、エイクロン・ビーコン・ジャーナルで映画の批評を執筆していた。父親はチェコ人とドイツ人の血を引いており、グッドリッチに勤務していた。ノースウェスタン大学でジャーナリズムを専攻し、 コロンビア大学で文学を専攻した。パリで10ヶ月間を過ごした後、ニューヨーク大学で映画を学んだ。在学中、同大学で教鞭をとっていたニコラス・レイの助手を務めた。1980年、パーマネントバケーションで長編映画監督デビューを果たす。1984年には初商業映画となるストレンジャーザンパラダイスを発表し、カンヌ国際映画祭で、 カメラドールを受賞。その後も、ダウンバイロー、ミステリートレイン、ナイト、オンザプラネット、デッドマン、イヤーオブザホース、ゴーストドック、コーヒーシュガレッツ、ブロークンフラワーズ、リミッツオブコントロール、オンリーラバーズレフトアライブなどがある。劇映画ドキュメンタリー。ありがとうございます。